先生、ちょっと時間もらうね。今日は11月11日にぴったりなものを持ってきたよ。くふふ、なんだろうね。じゃじゃーん、折り紙とラーメン。今日は折り紙の日と麺の日なんだって。他にもチーズの日、サッカーの日でもあるらしいから、それにちなんだものも持ってきてるよ。あれ、なんでそんなに残念そうな顔してるの？先生はどんな11月11日を想像してたのかな？ブルーアーカイブ。